ずんどこ学校帰りの森陰で僕に駆け寄り宙をしたセーラー服のおまへな子甘いキスが忘ら旅館それずん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 どこずん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 どこ毎日通った学食の赤いほっぺの女の子内緒でくれたラーメンのしょっぱい味が懐かしいはそうそう一目惚れお尻をふりふり歩いてた社長の秘書のグラマナコでっかいヒップが目に浮かぶそれサバドゥビアンサバドゥビアンサバラサバラのんでくだまきかみついてつぶれた俺の耳元で体に毒よとささやいた飲み屋の娘がいじらしいそらズン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 どこズン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 どこやってきました倦怠期ふてくされ女房は家でして炊事洗濯ご飯炊き新婚当時を思い出すそれズン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 どこズン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 戻った！医者の窓から手を握りいやいやいや送ってくれた人よりもいやいやいやホームの陰で泣いていたかわいいあの子が忘ら旅館はいUh-huh.
度胸じゃ負けないが人情絡めばついほろり見えぬ片目に出る涙森の石松良い男見知らぬ街の古い居酒屋で死者も魚に一人飲んでます。扉開くたびちょっと風が吹き洗いざらしたのれんめくります。死んだあいつがいたら縁かなんかうなりそうな夜更けです。お一人ですかなんて親父さんに聞かれ涙ぐむ夜更けです。店に流れるリンゴ追い訳が旅に疲れた心ほぐします。ひなびた店でいつも飲んでいたあいつの気持ちわかる気がします。死んだあいつがいたら小皿なんか叩きそうな夜更けです。お強いですねなんて言われながら無理に笑ってる夜更けです。死んだあいつはどこで見てるのでしょう。一人旅する寂しさを大丈夫ですかなんて言われながらお酒並べてる夜更けです。直進に対し立てまつり、この浅野長典がお出迎えする場所はお玄関式台下にござりましょうか、それとも上にござりましょうか、今一度お教えくだされましょう。何度言うたらわかるのじゃ。さてさて、頭の悪い田舎大名、それでも今日は役か。
お主のような人間を船侍と申すのじゃ。え、そこは何かしゃれ。あまりといえば踊れ光助かっこときは死ぬも生きるも命がけ千代田の城の奥深きああ松の梶川殿、五万三千石家をも身をも顧みず光助の助を結ば将軍家のご意向と役職を草に来て私利私欲に走る人婦人を切るためじゃ。その手を離して打たしてくだされ梶川殿。もののふの情けをあなたが知るならば止めてくれるわ手を離せ男の怒りもゆるときI'm not